またたもや訓練不足露呈味方が発射したロケットランチャーの後方噴射直撃で倒れ伏すロシア兵多くの兵士が正式な訓練を受けていないことはこれまでにも指摘されてきたがロシア兵がロケットランチャーを発射しそのバックブラスト後方噴射が近くにいた仲間に直撃するという新たな動画が浮上したネット上に投稿された 気づけ不明の映像はウクライナの偵察用ドローンが撮影したもので戦場を移動するロシア兵と見られる2人の人物が映っている1人の兵士がロケットランチャーを発射するや否やすぐ後ろに立っていた兵士が倒れ伏す様子が見て取れるこの動画はウクライナの第5独立教習旅団の代替によるものとされているが 信憑性については独自に検証できていない本氏はウクライナ軍とロシア国防省にメールでコメントを求めている西側のアナリストらによるとロシアの兵士の多くは2022年秋の部分的動員後に軍に加わっているが正式な訓練はほとんど受けていないという英国防省は2023年5月中旬ロシアの部隊の多くが 訓練不足の動員された予備役によって埋め合わされますます時代遅れの装備を使用するようになっていると述べたそれから何ヶ月も経っているがこの戦争が終わりに向かう気配はない中国の工場で北朝鮮人労働者が暴動賃金未払い祖国が兵器開発に流用で怒り財政を軍事費に費やし続ける 北朝鮮の金正恩政権は時限爆弾を抱えていると観測筋は見ている実際、中国で働く北朝鮮人労働者たちは先日、自分たちの未払い賃金が知らぬ間に祖国の兵器生産のために送金されていた事実を突き止め怒りのあまり暴動を引き起こしたと香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストが1月31日、伝えた。 中国にはコロナ禍により北朝鮮政府管理課の工場が封鎖され給与も支払われずそこで何年も足止めされ不満を抱える北朝鮮人労働者が多く存在している北朝鮮当局は今回の暴動が引き金になりより大規模な抗議行動に発展するのではないかとの懸念を強めている韓国の諜報機関国家情報院は今週 劣悪な労働条件を理由に海外で北朝鮮人労働者が関与したさまざまな事故が複数発生していると明らかにしたただ同情報院の報道官はサウスチャイナ・モーニング・ポスト紙に状況を注視していると述べるにとどめた韓国のシンクタンク統一研究員の上級アナリストチョ・ハンボム氏は暴動は1月11日ごろ 北朝鮮と北に国境を接する中国東北部吉林省の縫製工場で発生したと説明同工場では北朝鮮国防省が運営する商社ジョンスに約2500人の北朝鮮人が雇用されているという暴動では北朝鮮人の責任者が殺害され他にも幹部3人が重傷を負ったと書子は同氏に明かした また現地の情報筋の話として同氏は労働者らが1月初め自分たちの未払い賃金が金正恩政権の兵器開発のための特別拠出金として北朝鮮に送金されていた事実を知り激怒していると述べた著紙によると北朝鮮人労働者への未払い賃金は推定総額1000万ドル約14億7650億円に上る 給与がなくなったことを知ったとき彼らは爆発したと暴動の動機に言及した中国にある工場で雇用された北朝鮮人は通常3年間働き月収は約200ドル約3万円著子によるとその総額は平壌郊外に質素な家を買うのに十分だというところがコロナ禍の中国政府のゼロコロナ政策に加え 北朝鮮の国境封鎖により少数の選ばれた労働者だけが帰国を許されたが多くは最長で7年間3年契約の最終時にコロナ禍が始まった場合も中国で足止めされているというのだ著子によると国連制裁により中国政府は北朝鮮人が離職すると新たな労働者を受け入れることができなくなることを懸念し 北朝鮮側は可能な限り長く中国に滞在させることを望んでいるという一方今回の暴動で危機感を持った北朝鮮当局は現地に総領事を派遣し労働者たちに未払い賃金を支払うため別の商社から数か月分の資金を借り入れたとされるだが著氏は北朝鮮経営の他の工場でも同様に給与を滞納しているため北朝鮮指導部は 同様の暴動が起こるこるるととを恐れていると解説中国で働く北朝鮮人労働者は中国で何年も苦労し帰国が認められるのが一部であることから不満は頂点に達しつつあると指摘した台湾有事で最大の弱点米軍が平坦増強に本腰米国とオーストラリアが上陸作戦や地上戦 航空作戦の軍事演習を行った昨年夏中国の軍事的野心の高まりに対抗するために両国が防衛協力を進化させているという派手な見出しが踊ったしかし台湾有事に備える米国の戦略立案者らにとってこのタリスマン・セイバー演習ははるかに地味な価値を持っていた米政府関係者によると演習後に装備品を残したことで オーストラリアに武器の集積が進んだという米国と同盟国は中国が数年以内に台湾へ侵攻する可能性に懸念を募らせている米軍は準備を厳しく見直し重要な分野すなわち平坦ネットワークの不備を補おうと努めている米陸軍によれば同演習後に残した装備品にはオーストラリア南東部バンディアナの倉庫にある 約330台の車両とトレーラー130個のコンテナなどが含まれる軍事演習や自然災害あるいは戦争で必要になる物資だチャールズ・フリン米太平洋陸軍司令官はロイターのインタビューでこうした準備をもっともっと増やしていくつもりだこの地域には我々がすでにそうした合意を結んでいる国々が他にも数多くあると述べた ロイターが現役現職の米政府高官20人以上に行ったインタビューによると太平洋における米軍の兵団は台湾有事をめぐる米国の最大の脆弱性の一つだ米政府のシミュレーションでは中国はジェット燃料の供給や給油船を爆撃することで戦闘機と戦ったり米艦隊を撃沈したりすることなく米国の海軍力 空軍力を麻痺させようとする可能性が高いとの結論が出たという。これに対して米国はオーストラリアにある倉庫を含めアジア太平洋地域全体に兵団拠点を広げようとしている。米軍の兵団ネットワークは集中しすぎており兵団強化に対する政府の資金拠出と切迫感は不十分だとの批判もある。兵団などを管轄する 米印象委員会を率いるマイク・ウォルズ議員共和党はちょっと掘り下げてみるとインテリジェンスコミュニティ情報に関わる各公的機関の情報を集約する組織は今後5年間について赤信号を発しているところがそうしたリスクに対処する時間軸は10年15年20年と長いと対応の悠長さを指摘ミスマッチがあると語った 米国ののリスク米米軍兵部門米輸送軍トランスコムはロシアとの戦争でウクライナ軍に大量の装備品と大砲を提供するという大きな成功を収めているしかし遠く離れた台湾を支援するのは桁違いに難しいだろうと米政府高官や専門家は認めているある米軍高官はインド太平洋地域における 最優先事項は弾薬の供給でありついで燃料、食料、装備の予備部品だと述べた弾がなくなれば中略即座に問題が起こると同高官は述べ台湾有事への準備はすでにかなり進んでいると付け加えた米政府高官らは大規模な紛争が発生した場合 米海軍の艦船はすぐにミサイル防衛の装備を使い果たす可能性があると警告している4月に米議会向けに実施された戦争シュミュレーションでは中国は台湾への水陸両用攻撃を想定しこの地域の米軍基地に対する大規模な空爆とミサイル攻撃を行ったその中には沖縄の米海軍基地や東京の横田基地も含まれていた シミュレーションを担当したシンクタンク、新アメリカ安全保障センター CNAS のベッカ・ワッサー氏は、米国の兵艦拠点、給油艦や空中給油機への攻撃による潜在的な影響が示されたことは、多くの議員にとって、軽症になったと語った。